2015年の春だったと思うんですね、まあ、このバンデルに出会ったことはですね。で、僕はやっぱりあまりこう健康器具っていうその信用してない部分もあったし、ただやっぱりこの初めてこの手に取った時に、まあ、この力強さってものをすごく感じて、で、まあ、その夏からですかね、夏前ぐらいから本格的に着用するようになって、一番最初の優勝を今でもよく覚えてるんですけど、2015年のケビシオガスタで、初日からトップに立って4日間完全優勝した。で、その時に、まあ、このバンデルをつけての本当の初めての優勝がこれだったなというふうに思ってます。そうですね、本当にいつも通りの力強さを感じるのと、今回は本当にデザインが素晴らしくかっこいいなと。まあ、やっぱりこう男目線で見るとやっぱりかっこよさっていうところにはどこか惚れてしまうものがあるんで、やっぱりこの今までにない感じっていうのはすごいいいなと思います。まあ、やっぱりそのまず一つはやっぱ安心感、これをつけてることでいつもいい状態で、自分のゴルフのプレーができる、体もいい状態で保てている。まあ、このバングルと出会って、まあ、出会ったのは2017年の秋口だったと思うんですけども、実はその これに出会った時に、まあ、すごい自分の中でもすごい思い出があって、確か本間ツアーワールドカップの練習ラウンドの時に初めてご担当者の方からこれをいただいて、で、いただいてつけた最初のショットでホールインワンをしたって、これはまあ190ヤードぐらいのショットで6番アイアンで打ったんですけども、そうそうそんな奇跡的なことってのは起きないなと。それ以来バンデルのバングルと出会って、本当にこうこれは何か潜めた力を持ってるんだなと。だからその自分にとってもこのバングルっていうのは、話せないものっていうふうになってしまいました、それから。2019年から、バンデルの、まあ、アンバサダーとして、契約をさせていただいて、これから宣伝をしていく。まあ、やっぱり自分の強さっていうものに、秘めるこのバンデルの強さってものもあると思うし、やっぱり、そういう意味では自分の成績が、皆さんのね、やっぱりこう心に染みていく部分ではないかなと思いますんで、まあ、自分が戦っていく中で、このバンデルというのはいかに大事なものかと、その成績で見て、また皆さんに感じ取ってもらえればなと、まあ、僕はもうとにかくこのバンデルをつけて頑張るだけです。